希望と呼んでるんだ。教え子が立ち直るんだったら10分の1や100分の1の可能性にかけ、その1のみを見つめて授業を進める。それが教師だ。その100分の1、その1のことを世間では希望と呼んでるんだ。どっかの教師みたいに超反博打の才の目でも見るような目つきで教え子を見たことは一度もないぞ。こちたら教え子1000人、その子たちの100分の1の可能性を見つめながら35年間教壇に立ってるんだ。ただの一度も教え子に向かって、お前はダメだから学校から出ていけ、そんなこと言った覚えはない。